はい、こんにちは。今回はファイターに打ち勝ち世界王者になった日本人ボクサーたちを紹介いたします。この歓声をお聞きください。1990年2月、日本人ボクサーが世界戦21連敗中の暗黒時代に国民の期待を背負って、大橋秀行選手は WBC 世界ミニマム級王者チェ・ジョンファンに挑戦いたしました。大橋選手は150年に一人の天才と呼ばれた強打のボクサーで、世界王者チェ・ジョンファンはナパキャットワンチャイを KO して王座に戴冠した、打って打って打ちまくるファイターなので、試合は序盤から激しい打ち合いになりました。大橋選手はこれまで3敗しており、敗北はすべて韓国人のファイタータイプに負けていたのですが、この韓国人ファイターへの敗戦を通じて、ファイターへの対策に長けており、むしろ得意となってきつつあったのです。26歳の王者と24歳の挑戦者、共に世界戦や強豪との戦いの経験があり、打ち合いの中でお互いにペースを譲らず、試合は2点3点となり、もつれた展開になってまいりました。中盤から大橋選手がペースを握りましたが、第9ラウンド、王者チェ・ジョンファンは勝負をかけて圧力を強め、手数を増やしました。しかし大橋選手は冷静に対応し、カウンターを打ち、また強烈なボディ攻撃も加え、タフな王者がついにダウンを喫しました。74、ここまで大橋4ポイントリード。そしてもう一人の、メルダリオさんがやはり4ポイント、78対7。初防衛戦、レパートマクマ現役2人目の世界チャンピオンへ。大橋選手が世界王座を奪取した5ヶ月後、レパート玉熊選手はイーヨルーの持つ WBA世界フライ級王座に挑戦いたしました。イーヨルーは典型的なコリアンファイターで、フィジカルとメンタルの強さを武器に、この前年にライトフライ級王座とフライ級王座の2階級を奪取いたしました。接近戦が得意な王者に対し、長身の玉熊選手は接近戦を受けて立ち、序盤は王者のペースで試合は進んでいきました。玉熊選手は172センチと上背がありますが、サウスポーからの右ジャブが少ないので容易に接近を許し、デビュー後間もない頃はファイタータイプのボクサーに打ち負けて敗戦することがあったのですが、国際ジム伝統のショートの連打をマスターし、打ち合いに強いボクサーへと変貌を遂げたのでした。王者イーヨルーの調子が良かったので、テレビ局は
王者が序盤に KO した時のことを考え、マイク・タイソンの KO 集を用意していたようでした。しかし序盤を耐えた玉熊選手は6ラウンドから突如連打を繰り出し、ペースを奪い、国際ジム伝統のショートの連打で攻め立てたのでした。この連打は日本人切手のファイターの中島俊一選手や仲間選手に攻め勝った連打で、王者イーヨルーも勢いに押され後退していくのでした。イーヨルーのパンチは玉熊選手のパンチより力強いのですが、玉熊選手は内側から最短でパンチを放ち、加えて回転力で上回るので、スピードがあり的中率が高いパンチが王者の体にダメージを与え、10ラウンド、アマチュア、プロとダウン経験のない王者イーヨルーがついに耐えきれなくなり崩れたのでした。八重樫選手はイーグル共和に敗れてから4年4ヶ月の間抽選戦い、速いフットワークと音速の拳に磨きをかけ、スピードで王者ポンサワンを翻弄するのです。王者ポンサワンはムエタイで280勝しており、プロデビュー後も23勝3敗と数々の激闘を繰り広げ、ダウンしても立ち上がって逆襲するターミネーターと呼ばれる不死身の王者です。8ラウンドに八重樫選手が高速の連打で王者を追い込みましたが、王者は踏ん張り、なんと逆襲をしてきたのでした。驚異的なタフさを誇る王者ポンサワンは得意の打ち合いに持ち込み、八重樫選手は徐々にダメージが重なっていきました。しかし10ラウンドの終盤に八重樫選手が強烈な右カウンターをヒットさせ、そして音速の拳を爆発させると、不死身の王者は反撃ができず、レフリーがこの激闘に終止符を打ちました。アルバラードから奪取した王座の防衛戦に OPBF 東洋太平洋王者のユージェドを迎えました。ユージェドは37勝1敗1引き分けで目下31連勝と勢いがある挑戦者です。ライブラウンド終了でありますが、おゴムが鳴ってからパンチを送りましてダウンをさせました。ダメージが深刻な和島選手は7ラウンドにユーのパンチで倒され KO 負けを喫しました。ユーは初防衛戦でミサコ選手を KO し、2度目の防衛戦で再び和島選手と戦いました。世間では32歳の和島選手はもはや終わった存在だと見放され、挑戦そのものが無謀な行為と
非難されました。しかし炎の男と呼ばれた輪島選手は復讐心に燃え、試合前日の記者会見でマスクをつけて風邪をひいている演技をし、優の陣営を欺いたのでした。王者優は輪島選手の体調が悪く失速すると思っていたのですが、逆にどんどん加速してくる輪島選手に圧倒され、肉体と精神とに疲労が蓄積し、ラウンドが進むにつれ弱っていきました。